本日はブレイキングダウンヘビー級ファイターの江畑秀典選手がブレイキングダウンからの引退を表明しましたので、そちらについてまとめていきます。江畑秀典選手は今年2月ブレイキングダウン11にて喧嘩自慢から成り上がった松井健選手と対戦し、遠い距離の多彩な蹴り技に加え、近づいたらクリンチ、パンチの打ち合いには徹底的に付き合わず、ポイントアウトによる判定勝利を収めておりました。そんな江畑秀典選手はブレイキングダウンヘビー級最強とも謳われる金田一航輔選手と朝倉未来チャンネルに対戦し、松井健戦と同様遠い距離の蹴り技に加え、近づいたらクリンチを行い、相手に思うような試合をさせず2ラウンド判定勝利を収めております。この江畑秀典選手の戦いに対してファンの中では、距離詰められたらクリンチしてリセット、距離が離れたら回し蹴りしてスリップしてリセットってキックルールにおいて合理的かもしれないけれど、正直見ててこれで勝ったら嬉しいのかって疑問に思う、松井が切れるのもわかるわ、ミクルもこの試合面白いって言ってるけどこれブレイキングダウンルールじゃない、金田一かわいそうやわ、江畑の戦い方マジでムズムズするな、ストレスやばそうなど、江畑秀典選手の戦いに対して批判とも取れるコメントが多数寄せられておりました。さらには、江畑はもう二度と出さないでもらえると助かります、このコメントにはいいねが3000件以上集まるなど大きな反響を呼んでおります。そんな中、張本人である江畑秀典選手は X にて、朝倉未来チャンネルとコラボして早3日が経ちました、朝倉未来チャンネルのコメントトップには、江畑をブレイキングダウンに出すなというコメントでいいねの数はなんと4000超え、私ブレイキングダウン史上最強の金田一くんに勝ってしまったので無敵最強天才イケメンのまま引退しますなどと投稿し、批判の声に対して反応し、無敵最強イケメンのまま引退するとまさかの発表を行っております。注目の集まる江畑秀典選手の今後の行方はどうなるでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。